どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義の時間です。今日はですね、ナミさんから今とは違う成果を出す方法というふうにね、動画を送っていただいたんですけども、独自のね、私のね、テーマでちょっと返信させていただきます。それは、女子供という言葉ですよね。私ね、この女子供はっていう言葉は、良いようにも使えて解釈できるし、悪いようにも使えて解釈できると思うんですよ。例えばですね、何か危険なことがあったりとか、緊急避難的な、そんなね、事態が起きた時に、女子供を先に避難させるとかね、危険なところは男衆がこう、守るみたいなのっていうのは、それは役割として私は当然にあることだと思うんですよね。で、そういう時に、女だろうと子供だろうと、男性だろうと、同じ平等だ、同じ権利だって言ってね、危険なところに、女性を差し出してその背中に隠れるような男ってどうですかね。そこまで極端にしなくても、やっぱりね、そこでは男が体を張るべきだと思うんですよ。ね。もちろん女性や子供もね、それに協力すれればありがたいですよ。でもやっぱり男としてね、女子供を守りたいって気持ちはあるわけですよ。で、ここをね、切り取って女子供って言い方は差別だっていうふうに感じますかね。私はどうもね、差別だっていうふうに思えないんですよ。女子供っていう言葉はね。むしろ、女性とか子供に対する尊重心ですとか、守りたいという男性のね、なんか見えだと思うんですよね。こういう使い方が一つありますよ。あとはね、なんか普段の平和な場面で、お互いに自分の主張を、例えばですけどもね、いろいろ出し合った時に、女性ですとか子供がね、自分なりの発言をします。そしたら、女子供は黙っとけっていう人がいませんか、男性の中で。いや、これはね、咎められるべきだと思いますよ。それと一緒にしないことじゃないかなと思うんですよ。女子供っていう言葉を取り出して、差別だとかなんだとかって言うんではなくって、その言葉がね、その概念がどういうシチュエーションで出てきたのかによって、180度意味は変わってくると思うんですよ。またですね、バスの中で、子供料金ってあるんですよ。ね。子供だろうが大人だろうが、バスの席を一つ占有するのは同じなんですけども、子供料金って言って値段が半額になったりするんですよね。これを差別だっていう人いますかね。いや、やっぱり子供にはそれなりの手心を加えていくのが本当だと思いますし、私は平等ってのはね、何かっていうと、結果平等のことを指すことが多いんじゃないかなと思うんですよ。つまり、一人一人の特性に鑑みて、妊婦さんでしたらやっぱり妊婦用の席っていうのでね、ゆったり座っていただきたいと。そこになるべく他の人は座らないでほしいなっていう気持ちを込めて、妊婦用の席とかシルバーシートってあると思うんですよ。で、これ差別ですかね。同じ料金払ってるのになんで優先順位が変わるんだよって怒る人いますかね。いるとしたらそっちの方がおかしいんじゃないですか。女子供っていうのは十分そこでは使っていいと思うんですよ。怪我人とかね、そういったハンデを負った人と、いや、俺はもう椅子なんて座らねえよ、立ってるんだよっていうふうに、男性としては見栄を張ってほしいですよね。それこそガラガラなのに座らないってとこまで行ってほしいなと思います。はい、ということでね、今日はいろんな例を持ち出して、女子供っていう言葉、そんなに印象悪いのかなっていうふうに問いかけてみました。いかがでしょうか。お疲れ様です。